ポートランドパブリックサービスビルはポートランドビルとして一般的に知られるアメリカ合衆国オレゴン州ポートランドの15階建ての市庁舎である市中心街の 1120SW フィフスアベニューに所在する建設には2900万ドルを要し1982年に完成した設計はマイケルグレイブスによる特徴的なブロック様のデザインと 正方形の窓を持ち、ポストモダン建築の代表的作品となっている。1985年、内田市細工の銅像、ポートランディアがポートランドビルの入り口に飾られた。ポートランドビルは現在でも、ポートランドの住民や建築学会によって論争の的となっている。世界で最小となるポストモダン建築の重要作で、その竣工は、 フィリップ・ジョンソンの AT&T ビルよりも前に遡る。そのデザインは20世紀初頭に確立したモダニスト建築の原理を否定するものと言われている。グレーブスのデザインはジョンソンが先行委員会委員を務める大規模な設計コンペにおいて選出された。デザインに関する疑念を超えてポートランドビルは竣工して間もなく多くの構造的欠陥が指摘された。 ポートランドビルの欠陥はこの建物で働く、公務員により、ユーモアと部別の対象となっており、低予算で建てられた、働くのが難しいと言われている。2011年に国家歴史登録罪に登録された。ありがとうございます。